その0.1ミリにも満たないミドリムシが原料の一部となったバイオ燃料でトラクターが動いています。ミドリムシ由来の燃料でトラクターが動くのは国内では初めてです。佐賀市は7年前からミドリムシを使った食品や化粧品、バイオ燃料などを開発する企業ユーグレナと共同研究していて、ユーグレナは佐賀市浄化センターから出る処理水など下水道資源を使ってミドリムシを培養しています。今日公開された浄化センターの南側にある研究農地では、ミドリムシを原料とした肥料を使ってほうれん草や小松菜、トマトなどを栽培しています。これまでの研究でミドリムシを原料とした肥料は栄養素が豊富で作物が吸収しやすく、収穫後の鮮度が長く保たれることなどが確認されています。このためミドリムシ由来の作物としてブランド化を図ることや遠くに運ぶことも可能になると期待されています。ユーグレナを用いた肥料を提供することによって、佐賀をはじめとする、農作物一次産業の振興につながることができるんじゃないかというふうに考えていて期待しています。この農地では今後、肥料の濃度や与えるタイミングなど条件を変えながら研究を続け、県内をはじめ全国の農家へ供給していきたいとしています。